そういや、北側の塀が崩れかけてたんだったな。早いところ補修してやらねえと。へえ、そうか。あ、うん、なんだヤマンバギリ、お前が自分からシャレを言うなんて珍しいな。笑うな、ただの偶然だ。俺にそのような面白みなどない。気にすんな、会話がうっかりシャレになることくらいよくあるさ。俺もこの前ナマゾウと話してた時につい刀が勝ったなって言っちまってな。いやー、あの時は顔から火が出るかと思ったぜ。俺に比べりゃお前のシャレはまだマシな方だと思うが。あんた、それで俺を励ましているつもりか。そう聞こえたか。俺の失敗談で少しでも励まされたんならよかったよ。この前三日月の着物の合わせが逆になっててな。俺や一二トンボ切りで慌てて直したんだよ。あいつも着物ごときで騒がれるとは人気者だな。おいおい、またシャレか。やるなヤマンバギリ、実は狙って言ってるんじゃねえか。な、そんなわけあるか。悪い悪い、だがその言葉選びの妙はある意味才能だ。お前、自分の評価を少し改めてもいいんじゃないか。俺からしてみりゃお前は十分に面白みのあるやつだと思うぜ。いやー、楽しいものを見せてもらったぜ。こりゃ一つ俺からちゃんと謝礼を弾まないとだな。シャレなら、シャレ以外で頼む。お前、今のって。いや、なんでもない、忘れてくれ。